に行こうと思います、はい、3点目がこちら品番が 3185M のティアードフリルフレアスカートです、はいはい、お色がむちゃん持ってるアイボリーとブラック、はい、と私が履いてるのがグレーです、はい、グレーの3色でお値段が4200円でございます。はい、おすすめお願いします。それもコメントにもねあったんで安すぎないって。そう、結構ねこのデザイン性がすごくあるわりにお買い得なね、うん、優秀アイテムでございます。素材、まず素材からお伝えするとちょっとベロア調になってます、うん、結構ね、なんだろう、高級感があるというか、いや、マジ高級感し、あったかみもそうあるので、本当になんか、スウェットとか、本当に T シャツ合わせても全然冬見えするというか、うん、今っぽくなれるスカートになっています。はい、で、あの、名前にもあるように、ティアード、今年ね、春もそうなんですけど、ティアードデザインがとてもトレンドに来てまして、もう一気にトレンド感が入るアイテムです。で、とても面白いのが、ティアードの切り替えもここね細かいプリーツが入ってるんです、うん、黒見えにくいかな、そうプリーツが入ってるんですよ。なのでティアードもトレンドだしプリーツもトレンドだ。でもトレンド感満載のスカートです。いや本当にこんな感じです、はいはい、結構フリーとしててあのこの動くたびにめちゃくちゃ揺れるので女の子一見ねすごいガーリーな印象ではあるんですが、うん、先ほどもお伝えした素材が結構、ね、ベロアで大人っぽいのでそこまで 甘すぎず大人の方でも使いやすいような、うんタイプになっております、はい、で裏地はついてはいないんですけども結構厚みのある素材なので、うん、この黒とあのグレーに関してはそんなに透け感気にせずにお使いいただけます、はい、でアイボリーもねそんな透けることはないんですけども、うんまあ、一応ペチがついてないのであんまり色の濃いインナーだけは透けていただいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。でウエストは皆さん大好きな総ゴムになって嬉しい。めっちゃ伸びる。そうめっちゃ伸びるんです。ご飯いっぱい食べても大丈夫多分1日分ね食べても大丈夫、うん、大丈夫。めっちゃ伸びるししかも、うん太ゴムなのであの平ゴムなのでお腹への締め付けも少ないですし着用感もめちゃくちゃいいです、うん、なので本当にねお買い得だしこれですごい一気におしゃれ見えするのでお得なスカートになっております。あります。はい、はい、あさとこさん可愛いのにブリブリしてない上品だわって。そうなんですよ、やっぱこのベロアの感じがやっぱいいですよね、うん、いいよね光りすぎるからそうこんな感じですね、うんうんうん、そこまでめちゃめちゃ光沢感があるって、うん、テカテカはしすぎてないので、うん、ほんと程よい光沢感と高級感があるので、うんうんで多分これ値段言ったらあの驚かれると思いますよ友達とか。いや本当にね、うん、私だと驚く。コスパ最強。いや間違いない、うん、です、はい、そう一応ねあのお家でお手洗いされたら洗濯もしていただけるので、はい、本当にねあのお手入れも楽ちんだし、うん、お買い得だし。いや本当にいうことなしでございます。もう嬉しいでございます、うん、はい、はい、あやみなさんが春に着るには重すぎる素材ですかってあーでもなんかどうだろういけないことはないんですけどもしかしたらパッと見ちょっと重たく見えちゃうかもしれない。でもインナーとか結構シアー系とかにしてもらったら大丈夫かなとは思うんですが、うんうん、ちょっとね黒は重いかもな。そうね確かに、うん、アイボリーで黒だしアイボリーとかだったら、うん、春上にトップスとかシアー系とか、うん、T シャツとかトップスを軽くすれば意外といけるかも、うん、でも、うんうん、頑張っても3月かな。確かにね4月はなんか時期的にやっぱちょっと重い。確かにうん、うん、かなって感じです、はい、と思います。はい、はい、あこれはごついブーツとかに合わせたいなって。かわいいと思う。確かにめっちゃとことん古着ミックスとかにしてもかわいいと思います、うんうん、はい、はい、でめっちゃ高見えってコメント多いね。ねえほんとに全然あよりくさんが40代でもいけますかってさっき30代でもいけるかなってあったんですけど、うん、で私30代だしいけます。全然大丈夫です、うん、あのもしその子供っぽいかなって気になる方黒はね絶対いけると思う、うん、私リアルに黒欲しいですもん。かわいいね。ただ黒だとそのティアード感もパッと見そんなにわからないというかその軽減して見えるのでチャレンジしやすいと思います。これに今スウェーターしてますけどニットとか合わせたらめちゃくちゃ可愛いと思います。はい、あブルーグリーンのトップスだと何が合いますか。ブルーグリーンのトップスだと黒かな。でも私グレーも好きかもしれない。グレーか黒かも。アイボリーはもちろん合うんですけど結構甘くはなるので黒とかグレーでちょっと引き締めていただくとあのブルーグレーのトップスいいと思います。グレーいいかもしれない、うん、グレーかわいいよね、うんうん、です。大人っぽく着たやつ。そうね、あえてねやっぱりこう甘もちろん甘々にするのもありだと思うんですけどもあえてやっぱり甘いアイテムを辛めのアイテムで引き締めるっていうのもねいいと思います。はい、ブリブリしてない上品ってありがとうございます。そうなんですよ。これね結構あのいつもねあのイルシーチームみんなであの商品見る回もあるんですけど結構ね社内のスタッフからも好評でやっぱ
この時期ってそのテーマアイテムは結構皆さんゲットされてるので、ちょっと変わった一見変わったデザイン性のあるもの欲しい時期だと思うんですが、まさに今購入するのに適切なアイテムじゃないかなと思います。はい、もくちゃん履いてるブーツ、いずしーですか？そう、いずしーやったよね。あ、そうです。もしかしたら今在庫がなかったかもしれないんですけど、一応いずしーです。品番の400番台だと思うんですけど。そうですね、最近再販しましたよね。はい、多分そんなになかったんじゃないかな。多分だった気がする。4種類ぐらいあるんですけど、4色あったんですけど、なかったかもしれないです。はい、です、うん、はい。あ、濃い。あ、お、めっちゃ女子のね。ちょっと恥ずかしい。めっちゃ女子よ。そう、絶対女子。これもあのオリジナルです、うん、と合わせてきたんですけど、結構これはインとかショートの丈とかも可愛いと思います。せっかくねこのフリルがあるので存分に見せてほしいなっていうのはあるんですけど、アイボリーも可愛いですけどね、うんうん、めちゃくちゃ女子になったね。そう、だからどっちでも触れると思います。大人っぽく着たい方とかではブラックとかグレーの方がいいと思うんですけど、うん、まあ、でもこういうのでちょっとスウェットとかでカジュアルっぽくしてもいいと思いますけどね。それこそゆうちゃんのスウェットって、うん、ね、うん、かわいい。ちょっとあの女性なんか大人っぽくって感じもいけると思います、うん、はい。あ、リリーさん、黒ペットの毛目立つかなって。ああ、黒はね、まあちょっと気をつけていただいて、黒はどうしてもね、うん、多分あれかもしれないので、うん、目立つ、ま、そうです、全くつかないとは言い切れないと思います、うん、なんでちょっと気をつけていただいた方がいいかなと思います。あ、皆さん優しいんでありがとう。みんながかわいいって言って、ありがとうございます。フェイシャル、そういうの慣れてないから。ありがとうございます。はい、あ、すいません、ティアさん、アイボリーってピンクがかってますか？いや、うん、アイボリーですね、うん、もしかしたら画面越しがちょっとピンクっぽく見えるかもしれないんですけど、ね、やっぱ凹凸感があるから、うん、あの光が反射してそうです、ね、見えるのかも、うん、でも実際は実物見た感じは本当、うん、あのアイボリーです。ピンクとかはそんな入ってないかな、うん、結構アイボリーのお色にはなっております。はい、で結構足さばきもね本当できるのでめっちゃいいと思います。これは多分階段とかも全然余裕ですし、自転車はいけないこともないと思うんですけど、もしかしたら裾とかがちょっと絡まっちゃうと怖いので、そう、うん、ちょっと一応気をつけていただいた方がいいかなとは思います。はい、入れなくはないけどね。そうですね、うん。あ、ヨッピーさん、ウエスト伸び伸びいますか？はい、伸びです。これ360度ゴムなので伸び伸びです。超絶楽ちんでございます。超楽ちんです。はい、もうすごいベロアなので素材感とかも肌触りもめっちゃいいので、これは結構ストレスフリーかなと思います。裏地もこれついてないんですけど、まあ、ベロアなのでそんな透け感も気にせず履いていただけると思うんですけど、裏地がついてないので、あのタイツとか履いても静電気とか気にせずそのまま履いていただけるかなと思います。はい、モピベビーガール通り越してリリーじゃないか。ありがとうございます。照れる成長した成長した、ね、成長した成長した、よかったです。あ、マッピーさん、ブラウンが多いからアイボリーが合わせやすいかな迷うって。あー、そうだな、ブラウンとか確かに、ブラウンの色味自体は結構大人っぽく見えるので、こういうアイボリーとかでちょっと可愛らしさもプラスしてもいいかもしれないです、うんうん、でも合わせやすいのは一番アイボリーかもと思います。はい、 でもね、そうね、さっきコメントもあったんですけど、前のチュール同様これも即完売かなって、うん、気はする、うん、結構早いと思います。早いかもしれない、ね、はい、皆さん、これ懐かしのメリーの、おお、今本当だ、掘り出してきました。可愛 いよね、うん、なんかモピちゃんに触発されて、可愛いのもいいかなと思って、うん、可愛いです、ね、こういうちょっとハイゲージ系のニット合わせても全然いけるので、うん、先ほど春もいけますかっておっしゃってましたが、うん、ちょっとまあ肌寒い春だったらこんな感じで合わせていただいてもいいんじゃないかなと思います、うん、思います、はい、でもグレーなんで、そんななんか大人っぽさはやっぱありますね、うん、ちゃんとグレー可愛いね、うん、グレー可愛いです、なんかいい感じ、ちょうどいい甘さね。です、はい、あとゆうちゃんのやつもあるので流しておきましょうかね。はい、多分もう、次はどうかな。いや、もう大丈夫、もう高速じゃないよ、高速じゃない、スローじゃないよ、はい、です。え、スロー、あ、ちゃわちゃわちゃ、ああ、え、スローや、ちょっとスローや、なんでなんで、あ、でもスローじゃない、え、若干スロー、ゆうちゃんの動き、ゆうちゃんがスローなんかな、ゆうちゃんがスローなんかもしれない、うん、かもしれないです。ゆうちゃんの丈感でこんな感じなので、うん、全然身長は本当気にせず履いていただけると思います、はい、うん、ブーツ合わせも可愛いですね、これは可愛い、うん、今ねコメントにあったけど、ライダースアースとラーマックスカラーコーデできそうって、あー確かに、確かに
いいですね、そういうの。可愛い、うん、絶対可愛いと思う、うん、あ、何さんがグレーは濃いめってど、あ、いや、チャコールグレーではないかな、うん、結構グレーっていう色が正しいかも、うんうん、そんなに濃くはないです、うん、ライトグレーほど薄くはないんですけど、うんうん、ちなみにライダーソース、ライダーソースはボアアウター、あ、可愛い、やっぱショートやからいいです ね、 ね、こういうボリュームのあるスカートもやっぱ、うんうん、トップスがね、アウターが短ければバランス取りやすいと思います。はい、思います。はい、はい、あね、こういうデザインのスカートって初めて見ました。可愛いって、可愛いデザインがね、あんまり私も見たことないかも、他のお店さんで。確かに、うん、結構デザイン性が、うんうん、差がつくと思います。はい、こんな顔です。あ、ゆえちゃん履いてたのに多分私物屋だと思います。はい、履いてなかった、多分私物、多分私物です、すみません。はい、あ、グレーなら大人でも大丈夫そう、でもアイボリーが一番好みって。あは、可愛いのが好きな方アイボリーかな。うん、確かに長いかも、息のでも長いかも。あ、まあ確かに、うん、そうですね、今の時期から。うん、はい、商品、 HG さんが商品画像のモデルちゃんが着てるブラウンのニットはどれでしょうかって。あ、アイボリーダーフテリアスかな、あれは1月販売か、1月販売予定のニット、うん、ダスです、ダス、ダス、ダス、急にダス。あの、このね、この今日のスカート、はい、これと一緒にモデルさんが着てるのは1月販売予定でございます。はい、はい、なんでもう少々、もう少々、うん、うん、もうちょっと、もういくつ寝るとぐらいなんで。はい、あの、お正月って感じです。お正月超えたぐらいに、はい、お年玉でぜひそう、そうですね、お年玉で、まあ、ぜひ自分のプレゼントで、うん、お願いします、うん、です。はい、あ、マミさんがさっきのニットの上と合わせてほしいなって、うん、あ、確かに、どれが合いますかね、私とこれブラウン、あ、そのブラウン可愛いかも、可愛いかもですね、合わせてみましょう。はい、です。あ、ボアコートズボンと合わせてほしいですって、わかります。最後ね、着回しの時、もうちょっとでね、アパレルの商品紹介終わるので、最後着回しの時にボアとあのボトムね、合わせてみようと思います。はい、あ、今年の新作は来週で終わりですか。いえ、新作は最後は12月29日まで新作の販売自体はあります、はい、ただ、ライブまたね、また別途ご紹介もご案内もするんですけども、ライブ自体は12月の25です5が最後です、今年最後です、今年最後、クリスマスにね、はい、ラストライブがあるんで。そうなんです、うん、そう、はい、ぜひ見てください、見てください。はい、です。でも私さっきのやつと合わせてきたんですけど、え、濃い、濃いですよね、ほっこりね、濃い、うんうん、全然いけると思います。ちょうどいいところから、いや、確かに測ったかのようにいいところからプリートが見える、これ絶妙だ、プリート、プリート、間違った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 、プリーツ、え、なんて言うとそれか忘れました。ちょっと飛んでた、あ、なんて言うとしたんだから、いつか降ってくる、そうですね、ちょっとまた思い出したら言いますね、忘れたわ。あ、面白い、あと思い出したら言います、ごめんなさい。はい、あ、キーさんがマーメイドニットロングワンピの、うん、あ、ブラウンは再入荷の予定ありますかって。わー、あれはね、もしかしたらないかもしれないです。すいません、すいません。でもあのね、ちょっとまたこれさっきの話ですけど、うん、あの1月に、あ、そうかわいいね、マーメイド、ちょっとまだ違うタイプのマーメイドスカート、あ、ワンピースがあるんで、うん、そっちもお楽しみに、うん、でもめっちゃ可愛いことです、それも可愛いよね、はい、なんでちょっとまた形は違うんですが、うん、あのちょっとそれも楽しみにしてもらったなと思います、はい、もういくつ寝ると思うので、はい、早いな、早いですよね、だって、うん、